近城ポッドウォーク。ナビゲーターの南です。近城学院大学のチーム ENM が岡崎市図書館交流プラザリブラを紹介します。リブラは建物を低層に抑えて野外と一体感を持たせ、読書の森や伊賀川や岡崎公園とのつながりを重視し、施設全体として公園のようなイメージを生み出している図書館です。また建設地は岡崎城の城郭の一部だったため、城郭の一部を建設デザインに取り入れ、歴史的文脈を都市景観に融合した洗練された外観となっています。11月1日にオープンし、6月14日で早くも入館者100万人を達成した大人気のリブラをレポートしてもらいましょう。レポーターのエリちゃん、マリモちゃん、よろしくね。こんにちは、レポーターのエリです。レポーターのマリモです。私たちは今、岡崎市図書館交流プラザリブラに来ています。リブラとは図書館だけでなく、内田治ジャズコレクション展示室、岡崎昔館、ホール、スタジオなどがある複合施設です。子供から大人まで楽しめそうなところですね。それでは行ってみましょう。リブラは岡崎市最大の図書館で、延べ床面積約8000平方メートル、収蔵資料は約100万冊あり、平日でも休日でもたくさんの人が利用します。こちらが図書館です。とても綺麗ですね。居心地が良くて時間を忘れてしまいそうです。こちらが検索をする機械のオパックです。近所の図書館と同じですね。では検索してみます。こんな風に探せるんですね。とっても便利ですね。作りました。では実際に借りてみましょう。こんなに簡単に借りることができました。とっても簡単なんですね。リブラは生活に身近な資料をテーマ別にまとめた利用しやすい書架を配置しています。 CD、DVD を揃えた視聴覚コーナーのほか、中学生、高校生の読書に対する関心を高めるティーンズコーナーもあります。フロアには約10万冊の図書や資料を並べられる書架のほか、グループ室を含め閲覧席は430席あります。リブラの特色は何でしょうか？図書館、活動支援、文化創造、交流の4つの機能を持った障害学習の複合施設なんです。敷地は岡崎城の城郭の一部でもあったので、そのイメージを設計に生かしています。図書館の主な利用者はどういった方ですか？毎日、小さい子どもさんからお年寄りの方までたくさんの方々が来られます。1日に何人ぐらいの人が入りますか？平均だいたい5000人ぐらいの人が毎日来られてますね。他にはどんな施設があるんですか？内田治ジャズコレクション展示室や岡崎市の昔を知ることができる岡崎昔館、それから多目的ホールですとか音楽の練習ができるスタジオもあります。ありがとうございました。内田治氏は岡崎市に生まれ育ち、外科医として病院を開業する傍ら、ジャズの愛好家としてヤマハジャズクラブを設立し、日本人ジャズアーティストの活動を支援するとともに、多くの新人を発掘してきました。展示室にはかつて内田治氏が開業していた病院にあったドクターズスタジオの再現をはじめ、貴重なレコードジャケットの展示コーナー、ジャズアーティストからのメッセージや、岡崎でしか聞けないジャズアーティストたちの未発表音源を聞くことができる視聴コーナーなどが配置されています。いい音楽でしたね。リブラにはジャズを演奏できる場所もあるんですよ。それでは昔館に行ってみましょう。昔館には岡崎の昔を知ることのできる映像や展示歴史資料のほか、人々の暮らしの移り変わりや地域の祭り、
岡崎の偉人の功績などを紹介展示しているそうです。今と昔では全く生活が違うみたいですね。そうですね。昔の岡崎についていろいろ知れてよかったです。楽しかったですね。今日一日でリブラのことをたくさん知ることができました。岡崎昔館や内田治さんのジャズコレクションもあってとても素敵な図書館でした。皆さんもぜひ来てみてください。さようなら。金城ポッドウォークは金城学院大学生が出演、撮影、演出を手掛けた日本初の地域情報番組です。お楽しみいただけましたか？今もたくさんのチームが取材をしています。街角で見かけたら気軽に声をかけてあげてくださいね。チーム ENM の皆さん、お疲れ様でした。それではまたお会いいたしましょう。ナビゲーターの南でした。 See you next podwalk.